捨てざる、うぜえんだよ。さあんぞ、だってしょうがねえじゃんか、こんなに。あ、なんだ。なんでもない。ブー、くそったれ。なんとかなんねえのか、この。この、なんです。でもねえよ、八戒。てめえは運転に集中してろ。この涼しくなさですか。そういうこと。かき氷、アイス、冷やし中華。腹減りすぎて幻覚でも見えてきたか、虫猿。ちげえよ、冷たい食いも思い浮かべてるだけだよ。無駄なあがきはやめとけ。こんなもんでこの極上の涼しくなさは追っ払えねえって。でもよ。黙って座ってられねえのか、てめえらは。いつもの倍は痛えぞ。イラついてんのはおめえだろ。見るぞ、ハゲ。痛められてえか、クソガッパ。まあまあ落ち着いてください。火を通す料理法全部言うつもりですか。ああ、カッカ、いつになったら砂漠抜けんだよ。俺もうやだ、こんな激アチいの。あ、悟空。バック、いつんだよ、サンゾ。ついさっき、今度は熱いとほざいた奴は殺すと言っただろうが。なこと言ったって、熱いもんは熱いじゃんか。熱い熱い熱い。赤い、次の町ってどれぐらいだ。もうすぐ着くはずなんですけど。流れ玉が飛んでくる前に頼むわ。そうですね、僕もこんなところで丸焼きになるのはごめんですから。想像もしたくねえな。じゃあ行きますか。ドラマ CD 幻想までの最勇気シルバー。おい、街はどうしたんだよ。全然見えねえぞ。おかしいですね。地図だともうすぐのはずなんですけど。マジで役に立たねえな、それ。なあ、前から疑問に思ってたんだけどよ、俺たちが寄り道ばっか食ってんのってその地図のせいじゃねえの。かもしれませんね。これ少し古い地図みたいですから。なんでそんなの使ってんだよ。忘れたんですか、旅の準備を整えた時のこと。なんだっけ。酒とタバコに金を回して地図は安物で十分だってこれ買ってきたの。五条じゃないですか。やはり元凶はこいつか。あ、買い替えりゃいいじゃねえか。まあ寄り道は旅の醍醐味とも言いますから。そういう問題か。なんでもいいけど、このままじゃ俺たち揃って干物になっちまうぜ。げえ、まずそう。てめえのは特別な。あら、三蔵様ったらご謙遜。二人とも揉め事なら降りてしてくださいね。炎天下をずっと運転してるんで、僕の堪忍袋の尾も切れやすくなってますから。はい。ち、うわっ。ああ、小猿、鼻から砂でも食ったか。食わねえよ。じゃなくてさ。何です、悟空。あのさ、なんか寒くね。おい、新手のシャレかよ。笑えねえな。違うって、マジで寒気がする。風邪を引いたわけじゃないですよね。ありえんな、こいつに限っては。ですよね。じゃあなんだこの風。冷たいですね、確かに。おい、あっちマジかこれ。お、何か降ってきますよ。これは雪か。え、雪。なんだよ、寒いだろうが。おい、八戒、どうなってんだ。なんでいきなり砂漠に雪が降んだよ。雪というより吹雪です、これは。どっちでもいいって。マジ寒い。赤い議論どこ。砂漠に吹雪だと。理由は分かりませんけど急いだ方がいいみたいですね。前が見えにくい。皆さん
しっかり捕まっててくださいね。異変、いや、罠か。三蔵、下噛みますよ。あかい。地図、買い替えておくべきだったかもしれませんね。遅えんだよ。なんとか町に着けましたね。町中は吹雪いてなくてよかった。すっげえ、息が白い。なあ、三蔵。うるせえ、騒ぐな。しゃあねえだろ。お子様は雪に浮かれるもんだぜ。お子様じゃねえよ。宿空いてればいいんですけどね。これで野宿とか言ったら確実に投資すんな。切れてやがる。お前ら先行ってろよ。タバコですか？ついでに俺のも買い足しておけ。カートンでな。人使いの荒い坊主。じゃあ、あの突き当たりに見える宿に行ってますから。うまい飯あったな。多分大丈夫だと思いますよ。熱燗。あ、ビールじゃないんですか、三蔵。たまにはな。タバコや、タバコやっと。おい、ガキ。あ、痛い。あった。浮かれんのはわかるけど、よそ見すんな。あ、ごめんなさい。ほら、捕まれって。ありがとう。ったく、気ぃつけろよ。ねえ、あなたも雪は好き？あ？まあ、別に嫌いじゃねえけど。そう、よかった。おい、なんだよ、それ。じゃあ、ズイはもう行くよ。ズイ？名前か？お！タバコ屋発見！満腹じゃねえけど、まあいっか。まあいっかじゃねえだろ。どんだけ平らげてんだてめえは、アホか。八人前は軽いですからね。さすがというか、なんというか。んで腹持ちは波以下ってな。こいつが閉じ込められてたのって絶対底なしの食欲が理由だぜ。十分考えられますね。責任重大だよな、保護者さん。知るか。保護者じゃねえよ、拾っただけだ。まあ似たようなもんですよ。違うだろ。本人に聞いてみたことあんのか。必要ないな。まあ何話してんの。なんでもねえよ。食い終わったら散らかした食器片付けとけ。ちぇ、わかったよ。おい、何にやついてやがる。ぶっ殺されてえか。まさか、感心してるだけです。右に同じ。チッ。うん、それはそうと、4人用の大部屋しか借りられなかったんで、ベッドの割り振りを決めないといけませんね。外のことを考えれば窓際は冷えるでしょうし。4人分ちゃんとあるだけマシだよな。どう決めるんだ。いつものやつで行きますか。カードか。よし、受けて立つぜ。今日こそ意地でも八回を任す。俺もやるやる。遊びじゃねえぞ、猿。え？ああ、血で血を洗う真剣勝負だ。ポーカーでいいですよね。行きますよ。それじゃあ僕、壁際をいただきますね。なんでだよ。やっぱ八海、鬼みたいに強すぎ。イカサマしてまで負けてんじゃねえよ、色ボケガッパ。うるせえな、人のこと言えんのかよ。あ、皆さん、ちゃんと2位以下も決めといてください。んだ、
こんな夜中に客か？ノックするくらいですから、礼儀を知らないわけじゃないみたいですけどね。僕が出ます。夜食の差し入れとか？黙れ。はい、どなたですか？ドアの向こう、冷たい。これは霊気？三蔵一行か。あなたは？お前たちを殺しに来た。え？超破壊、殺す。牛魔王の資格か？上等じゃんか！暴れたい気分だったとこ！如意棒！だっ！なんだよ、ニュビーノ！お前が孫悟空か。殺す。聞いてねえ！クソが。現状。弾当たってんのに平気なのかよ。痛覚ねえのか、そいつ。なっ！なっ！氷でできた刀！気をつけて、悟空。相手は霊気を操りますよ。こいつ、結構力ある。そのまま押さえとけよ、猿。うらぁ佐護城か。平気ってわけっすか。気味悪いな。だったら死ぬまでぶち込むまでだ。現状三蔵鬼の刃。三蔵！三蔵！三蔵！どこやられた？来たいか！悟空、三蔵の傷は僕が塞ぎます。あなたは五条と敵を。おい！舐めた真似してくれるじゃねえか！俺、めちゃくちゃ怒った。絶対ぶっ倒す！なんだよこれ、吹雪？ふざけんな！てめえ、雪男か！消えた。風が出てきたな。街中まで吹雪出してんのか？五条、静かに。集中が乱れます。ああ、悪。なあ、破壊！大丈夫なんだろ？三蔵の怪我。ええ、傷は一応塞がりましたけど。三蔵、ゆっくり開けてみてください。どうですか？見えんな。両方ですか？ああ、目は複雑な器官ですからね。傷を塞いでもすぐには回復しないのかも。今夜一晩は様子を見ましょう。なんでだよ！あて、うろたえんな、猿。わめいたってどうしようもねえだろうな。五条、荷物から包帯を取ってください。念のために巻いておきますから。大げさだ、いらねえ。患者が医者に反論してんじゃねえっつーの。おとなしく寝てろ。あいつさ、三蔵の目見えなくするのが目的だったのか？わかりません。殺すと言っていた割に引き際は良かったですけどね。また来そうな気もしますが。霊気、氷を操る妖怪か。あの野郎、なんか普通じゃなかったよな。おい、おたい。どうも。三蔵、こっちを向いてください。三蔵？外は吹雪いてるのか。ええ、そのようです。明日は街中雪景色じゃないですか？雪景色？くれー！雪よ、もっとくれー！はぁ、寒。いつ止むんだよ、この雪。あいつ、絶対見つけ出す。
どういうことだよそれ。包帯外しますよ。ああどうですか三蔵。何も見えんな。どういうことだよそれ。八海落ち着けってんだバカザル。八海も絶対治るなんて言ってなかっただろうな。三蔵ちょっと目に触りますよ。なんだ。やっぱりそうだ。昨日切られたあたりが冷たいんです。凍ってるみたいに。それがなんだっつうの。わかりません。でもどうやら昨日受けた傷はただの怪我じゃなかったようですね。霊気が両目を犯してます。八海ただの怪我じゃないって何。霊気って怪我というより術とか呪いの方が近いってことです。氷の揚力が三蔵の目を蝕んでるんです。だから傷を塞いでも両目が見えるようにはならない。大層なことだな。気安く言える状況じゃありませんよ。これが呪いの類ならあの妖怪を倒さない限りあなたの目は暗闇に閉ざされたままです。もうバカ面を見ないで済むってことか。悪くねえ。あいつ見つけて殺せばいいんだろ。俺行く。悟空。おお、弾丸超特急だな。手がかりもねえくせに。考えなしはいつものことだろう。誰かさんのことだと特にですよ。マジっすかよ。しくしょう、いいね。ああそこ邪魔だって。どけよ。お待てよガキ。何すんだよてめえ。人様にぶつかっといて謝りもしねえ気か。ああ悪かったごめん。じゃあな。おいふざけんなよ。なんだよ、俺急いでんだからな。手ついて謝れ。そしたら許してやる。それいいな。ガキ早くしろよ。ほら。なんだ、あんたら喧嘩売ってんの。なんだったらそう言えよな。じゃあとっとと済ませようぜ。なんだこいつ生意気だな。きっただんじまえ。俺今手加減できねえかんな。うわあんま無理すっとお前が潰れんじゃねえのか。そんなの後で横になれば回復します。八海すいません、症状の進行を抑えるくらいしかできなくて。そうじゃねえ、やめろ。目が見えないままでいいんですか三蔵。そうと決まったわけじゃないだろうが。いいんじゃねえの。盲目の最高層なんて箔がついてありがたがられそうだし。五条、場の空気を和ませるにしても趣味が悪すぎますよそのセリフ。そりゃすみませんね。やけに首相じゃねえか。腐れがっぱは寒いのが苦手か。八海こいつ気にすんのアホらしくならねえ。頼んだ覚えはないな。自己中大王かてめえは。まあ僕も食事時になっても帰ってこない悟空ほどじゃありませんけどね。しばかれてえのかお前ら。治療中の患者が無理すんなって。おとなしく寝てんのがお似合いってとこだぜ。くっ。おっと、ああ高そうな花瓶割っちゃって。得意の針線外すようじゃ遊びがいもねえな。てめえマジで殺すぞ。三蔵落ち着いてください。五条どこへ。腹減らしたガキザル探してくる。飯忘れてるっつうより迷子になってる可能性の方が高そうだしな。かもしれませんね。お願いします。三蔵何か欲しいものはありませんか。酒タバコ控えてください。あ、せっかくですからリンゴとか言ってみます。剥きますよ僕。ちっ、いらん。
寒い。なんか来てくれよかったな。あの無鉄砲ザルどこ行きやった。吸いすぎは良くないよ。お前また会ったね。お前この辺りのガキだろ。お前と同じぐらいの背丈で見るからに飢えてそうな猿、いや野郎見なかったか。どうかな、わからないけど。なんだそりゃ。ま、見てねえならいいんだ。じゃあな。うん、じゃあまた。綺麗な赤だね。あ？血の色みたいでとても綺麗だ。ズイは気に入ったな、あなたの髪と目の色。何言ってんだ。この雪の白とよく合ってる。綺麗だ。とてもとてもね。てめえ。じゃあね。なんだあのガキ、頭おかしいのかよ。あ、五条じゃんか。お、バカガキ。バカじゃねえし、ガキでもねえよ。温かい言葉だろ、素直に受け取っとけ。どこが。おな、五条もあいつ探しに出てきたのか。俺が探してたのは腹すかせたお子様で、どうせ見つからなかったんだろ。何人も聞いてみたんだけどさ、全然ダメだった。帰んぞ。心配しねえ。でもあのクソ坊主は元気はつらつでいらっしゃるぜ。普段より立ち悪いくらいにな。あ、そっか。うん。でですね、夕食なんですけど、先ほど今日は食材の仕入れができなかったんで外に食べに行ってくれとこの宿の人に言われました。うちの万年空腹猿が警戒されてるだけじゃねえの。真実は闇の中です。じゃあどうすんだよ。俺お腹減ってるんですよね。分かってます。すぐ向かいに中華料理屋がありますから、そこに行きましょう。やったー、飯飯。三蔵、出前にしてここに運んでもらった方がいいですか。いや構わん。あ、そうか、わかった。俺が三蔵の手を引いてく。いらん。でもこけたら危ねえじゃんか。大きなお世話だ、いらねえ。もしかして照れてます三蔵。はっかい、てめえ死体で雪の中転がりてえのか。僕末端冷え性なんでお断りします。疲れる問答はいいから行こうぜ。そうだそうだそうしますか。この席空いてんな。おい、ここにしようぜ。わかりました。三蔵、こっちだって。わかってる。バカザル、手掴むんじゃねえよ。けどさ。話せ。じゃあ、服の袖。それならいいだろ。勝手にしろ。いらっしゃいませ。ご注文は？あ、俺、酢豚定食に担々麺大盛りね。あ、それとビール。俺、とにかく腹いっぱいになってうまいやつ。はい。この店のおすすめを適当に持ってきてください。足りなかったらまた注文しますから。僕と三蔵はそれをつまむというのでいいですか。ああ、それでいい。そういうことでお願いします。はい、わかりました。ああ、朝から何も食ってねえからすっげえ腹減った。あと少しの辛抱ですよ。酢豚と担々麺上がったよ。はい。ちょっと困ります。どう、来た来た。じゃあお先。なんで料理が凍ってんだ。三蔵一行。あ、お前たちを殺しに来た。てめえ吹雪男。孫悟空殺す。ざけんじゃねえぞ。サゴジョ、お前は
あ、どうぞ。氷の葉に気をつけて。食い物の店で襲ってくるなんて最低だぞ。お前たちを殺す。てめえのおかげで散々イラついてんだ。死ねえ。おおおお、鬼畜坊主、避けなかったら全部俺に当たってんぞ。知るか、偶然だ。お前本当は目見えてんじゃねえだろうな。二人とも漫才はその辺にしといてください。こんな悟空離れて。諸八海殺す。なんで平気なんだよそいつ。さあ本人に聞いてみましょうか。私の感覚も感情も全て凍りついている。長い孤独の中で。意外と素直なんですね、孤独。殺すさせねえって。孫悟空殺す。死ぬのはてめえだ。戻るんだスズラ、今日はそこまで。はい、わかりました。何よそ見してんだよ。また来る。悟空、ゴト、追ってください。当然、逃がすかよ。なめやがって。三蔵、怪我はありませんか。ああ、あの妖怪、誰かと会話してましたよね。相手の声聞こえました。いや、何も聞こえなかった。独り言ではないみたいでしたし、術の類でしょうか。あの野郎を操ってる奴がいるな。待てよ五条、押せよ。置いてくぞ。ロザルと一緒にすんな。ああ、もうめちゃくちゃ腹減ってんのに。なんだ。こんばんは。いい夜だね、ガキ。楽しんでもらえてる？雪遊び。おい、てめえは。公主がね、好きにしていいって言ったから、なるべく長く楽しんでもらえるようにしてるんだけど。公主？お前まさか牛魔王の。本当は耳飾りとかつけるの好きじゃないんだ、ズイはね。揚力制御装置、やっぱ資格かよ。そうなるね。あの吹雪野郎はてめえの駒か。駒はやめてよ。セツラはコレクションの一つ、お気に入りなんだ。あれも綺麗でしょ。知るかよ、ざれ言を聞く気はねえ。呪わしいもの、忌まわしいものは美しいよ。セツラはね、ずっと昔に霊気を操る力を恐れられて封印されてた妖怪なんだ。それを見つけて隋のものにしたの。いいでしょ。のろけならよそでやりやがれ、エロガキが。あなたも綺麗だよ。近畿の子は初めて見たけど、本当に綺麗な流血の赤だ。すごく欲しい。ねえ、隋のものになってよ。あ？お前イカれてんじゃねえのか。あのね、本当はあなたの意志なんて関係なく隋のものにできるんだよ。何言ってやがる。こんな風に。おい、なんだこいつ。体が勝手に動く。そうやって隋にひざまずかせることもできるんだ。それに操れるのは体だけじゃない。やろうと思えばあなたの心だっていつでも隋のものにできるんです。くそったれ、こ
その力であの吹雪野郎もてめえのもんにしたのかよ。セツラだけじゃないけどね、ズイのコレクションは他にもいっぱいあるから。でもセツラが一番簡単だったかな。ずっと一人で寂しかったみたいだから、ズイの力を簡単に受け入れたよ。お前最低だな。でもあなたは性格も気に入ってるから、できれば力で手に入れたくないんだ。なるわけねえだろ、ふざけんな。ゆっくり考えてみて。それとも一人ぼっちになったら気が変わってくれるのかな。調子乗ってんじゃねえぞこら。じゃあまた、その気になったらいつでも呼んでよ。でっ、もう、クソガキが。前全然見えねえじゃん。激寂しい。超腹減ってるし、ムカつく。あたい。やっべえ、足の感覚がねえ。ちくしょう。なぜそうまでして追いかけてくる。で、うるせえな。てめえを倒さねえと三蔵の目がずっと見えねえままだからだよ。己のことではないのにか。俺はしたいようにしてるだけ。出てこいよ。それはあの男がお前にとって。待てよ。そろそろ数を減らしていこうか。随様のお心のままに。あんまりのんびりしてると公主に怒られるかもしれないしね。近畿の子以外は別にいらないし。明日、そうだね、明日。いかようにも命じてください。んぞ、部屋にいないと思ったら庭にいたんですか。寝て起きたら目が見えねえの忘れちまったんじゃねえだろうな。外の空気を吸いに出ただけだ。それくらいできる。の割には雪に思いっきり人型が残ってますけど。うるせえ。なんか用か。なんか用かじゃありませんよ。部屋に戻って安静にしててください。あの妖怪を倒しても手遅れになるかもしれませんよ。騒ぐほどじゃねえだろう。目が見えねえくらい。そういうことはまた朝っぱらから飛び出してった親思いの小猿に言ってやんな。噛みつかれるぜ。三蔵は良くても、イライラしっぱなしのあなたに付き合わされる僕らが迷惑なんです。なるほどな。そうそう、おとなしく八戒の気の治療でも受けてろってこと。何もしないよりマシ程度ですけどね。そのうちてめえが倒れんじゃねえのか。何もしないよりマシなんですよ、僕にとっても。勝手にしろよっと。俺ちょっと出かけてくるわ。どこ行くんです五条。散歩。お目目パッチリなんで止められる理由はねえだろ。まあそうですけど。じゃあな。怪我には気をつけてくださいね。道、滑りやすいですから。ご丁寧にどうも。ってな。どいつもこいつも。なんです、三蔵。バカが揃ってやがる。どこだ、ここ。道迷ったのか。
だいぶ町の外れに来たみたいだけど。出たな、氷男。探していたんだろう、私を。おい、もう逃がさねえからな。よいぼな。お前にとってあの男はどういう存在なんだ。三蔵のことか。どういう存在なんだ。なんでそんなこと聞くんだよ。関係ねえだろ。だいたいさ、お前殺す殺すって言いながら全然さっきねえじゃん。最初からずっと。そっちこそどういうつもりだよ。別に私はお前たちの精神になど興味はない。はあ、どういうことだよ。随様に命じられたから。私がお前らを殺す理由はそれだけだ。誰だよ、随様って。霊気を操るこの力ゆえに人々に恐れられ、長きにわたって封印されていた私を解放してくれた方。閉ざされた私に再び光を与えてくれた唯一の方だ。だからそいつの言うことは何でも聞くっていうのか。そうだ。なんだよそれ。うるせえんだよ、いい加減にしろ。連れてってやるよ、仕方ねえから。セツラっていうのかい。君を解放したのはこのズイだよ。だから君はこれからズイのものになるんだ。バッカじゃねえの。それで結局殺す道具に使われてるだけじゃんか。構わない、それがズイ様の希望なら。全然わかんねえ、そんなの変じゃん。分かってもらおうとも思わない、お前には関係ない。あっそう、じゃあさっさと続きやろうぜ。おらー、氷の像。なんだこいつ、偽物だったのかよ。もうちょっと町外れに行くか。あれ、五条ちゃんか。あ、なんだ、雪猿か。雪猿言うな、冷やしかっぱ。こんなとこで何してんだよ。そりゃこっちのセリフ。こんな外れまで吹雪野郎を追っかけてきたのか。やっつけた、偽物だったけど。そりゃ遊ばれてんだろ。でねえよ、勝手に決めんな。ああ、はいはい、俺が悪かった。いい子だから、うちに帰ってろ。ガキ扱いすんなって。なあ、五条はどこ行くんだ。気の向くままに散歩だ、散歩。邪魔すんな。散歩？なんだよ、じっと見んじゃねえ。気色悪いな。俺も行く。人の言うことは聞けっての。宿に戻ってろ。やだ。ガキじゃねえんだったら聞き分けろよ。俺お子様だからそういうの分かんねえもん。猿が知恵つけてんじゃねえよ。いいから帰れ。いやだね、俺も行くったら行く。帰れっつったら帰れ。何なんだっつうの。なあ、どんどん町外れに向かってるみたいだけど、目的地どこだよ。もう何もねえじゃん。何もねえとこに行くんだよ。え、何それ。この辺りでいいか。五条？おい、エロガキ。どうせどっかで見てんだろうが、出てきやがれ。エロガキって。やあ、気が変わったの。早かったね。なんだ、氷の妖怪と子供。その6人とは初対面だね。さすがにセツラの分身では倒せない。
ちょっと甘く見てた。おい、まだるっこしいのはやめだ。その吹雪野郎と最後まで戦わせろ。俺が負けたらお前のもんになってやる。煮るなり焼くなり好きにしやがれ。ストレートな提案だね。だろ。でもダメ。ついはセツラにあなたを傷つけさせるつもりないから。なめたことほざいてんじゃねえぞガキ。なあ、本物のあいつと最後まで戦えんの？だからそういう取引をしてんだよ。じゃあ俺がやる。言うと思ったぜ直情バカだる。それなら構わないよ。もちろん孫悟空が負けたら近畿の子は僕のものになると約束できるんだけど。約束する。てめえが言うな。あ、別にいいけどよ。じゃあ取引は成立だ。セツラ。はい。孫悟空を殺せ。わかりました。人形みてえな奴に負けるかよ。ああそうだね。念のために言っとくけど、五条、絶対手出しすんなよ。何燃えてんだか。4対1でも苦戦してたのに勝てるつもりなのかな。よいぼー孫悟空殺す。大体な、問答無用で殺すっていうのは三蔵の専門なんだからな。はじめ。無様だな。そんなことないですよ。あ、まあちょっとは。悟空と五条に期待しましょう。あいつらの世話になるなんざ悪夢だな。いいんじゃないですか、たまには。知ってるか。はい。目が見えねえとな、いろいろとよく聞こえるようになる。三蔵。どちらにしろあいつがうるせえのは昔からだが。三蔵。三蔵。なんだ。一息つきましょうか。コーヒーでも入れますよ。待て。何です。その前に行くところができた。その目でですか。この目の蹴りをつけにだ。行くぞ。怪我人の外出は許可できませんね。って言ったらどうします。てめえを殺して俺一人で行く。殺されちゃ叶いませんね。蹴りをつけにってどこへ向かえばいいか分かってるんですか。西の町外れだ。わかりました。楽勝だったら。満身創痍じゃねえか。トンゴがピンピンしてるだろ。俺だ。雪玉一発でぶっ倒れるクレーなんだから無理すんな。随様、申し訳ありません。つまんないの。知るか。とにかく賭けはこっちの勝ちだな。だから。あ、ずいはあなたのことを諦めるつもりはないよ。だったらどうすんだ。ガキだからっつってもう容赦しねえし、同じ手が通用するほど甘かねえぞ俺は。あなたはそうかもね。でも起きろ孫悟空。
体力を消耗してるから隋の支配下に置くのも簡単だね。バカザル、てめえ何する気だ。さあ何かな。よし孫悟空、佐護城を殺せ。死体でもいいから手に入れるってが。ヘロヘロの割には随分派手じゃねえか、猿。隋の力が残った体力を無理やり使わせてるんだ。この戦いが終わったら死んじゃうかもしれないけどね。さあ、二人とも存分に楽しんでよ。おっと、至れり尽くせりで涙が出るじゃねえかよ。こらって。さてと、どうすっかな。なあ、バカザル。あぶねえ、あぶねえ。どうするの？そうやって逃げ回ってるだけじゃ何にもならないよ。たく、舐めやがって。けども、まずこれを何とかしねえとどうしようもねえか。悪く思うなよ、バカザル。おいガキ、次はてめえの。なに、いねえ。どこ行きやがった。後ろだよ。なんだと。仲間を自分の手で倒したことでほんの少しだけど心に隙ができた。ついにはそれで十分。やべ、ざけんじゃねえぞ。最初からあんな猿には興味はないし、あなたを死体で手に入れるつもりもないの。ほら、もうすぐあなたの心も体も隋のものになる。てめえ。そうだね、まずは隋の靴に口づけでもしてもらおうかな。んなことするくらいなら自ら死を選ぶとでも言うの。無理だよ、そんなことする前にあなたは隋のコレクション。お前ら、五条、悟空、無事ですか。少しそれたか。ええ、五条のすぐ後ろにいた妖怪の肩をかすめました。多分あれが氷の妖怪の主でしょうね。カッパに当たってもよかったがな。悟空は倒れてます。離れたところにあの氷の妖怪も。三蔵。おお、生きてたか。な、急所は外してやったおかげだな。聞くかよ、あんな一発。けど後で絶対仕返しするがんな。それより三蔵、目見えるようになったか。まだだ、てめえはおとなしく寝てろ。それこそ投資しちゃいますってば。なんなんだよお前ら、隋の邪魔をするなよな。黙れ、殺す。隋様。吹雪野郎がかばった。隋様、ご無事ですか。おいおい、セツラさ、何言ってんだよ。そもそもお前が負けたりするからこんなことになってるんじゃないか。申し訳ありません。いいよ、謝ってくれなくても。
もういらないから。やめろよ、そいつはな、お前を知らないな、こんな役立たずのこと。今のお前は全然クレじゃないね。弱くて醜いクズだ。てめえ三蔵、クズ以下だな。打つ価値もねえよ。私を捨てるのですか、つい様。当たり前だよ。嫌です、一人は。孤独はもう嫌だ。知らないな、そんなの。一人にしないで。嫌です。嫌だ。なんだ、離せ。足を掴むなよ。嫌です、ずっと一緒にいてください。お前は隋に逆らえないんだよ。無駄です、あなたの力は私には効かない。出会った最初からそうです。私はただあなたのそばにいたかったから、私自身の意志でそうしていたんです。そんなはずはない、嘘をつけ。いいから足を離せって。離せよ、汚らわしい。お前、私とずっと一緒にいてください。ずっと。嫌だ、離せ。なんだよこれ。あの野郎、自分もろとも主人を氷漬けにしやがった。ずっと一緒に。哀れな表情ですね。あいつ、こんなんでよかったって言うのか。ふん。すっげえ乱暴な蹴りのつけ方。永遠なんてどこにもないんですから、終わらせた方が良かったんですよ。そこまで考えてるか。おい、鬱陶しい顔してんじゃねえよ、バカザル。してねえよ。三蔵、なんだよ三蔵、目が見えるようになったのか。おうおう、すんげえ勢いで尻尾振ってんな。いきなり郊外級のバカ面近づけんな。さすが百発百中。くだらねえこと言ってんじゃねえ、行くぞ。さあ皆さん、指定席についてください。へーへー、わっかりした。ああ、それじゃ行きますよ。あちぃ、あちぃ、あちぃ、あちぃ。なあ、ハッカイ、いつになったらこの砂漠ってんだよ。この地図だともうすぐ抜けるはずなんですけどね。どこがだ、砂漠の端も見えねえじゃねえか。ほんと使えねえな、その地図。でも五条、この地図はあなたが。ストップ、やめようぜ、なんか不吉な会話。なに、鼻に砂が入った。すんじゃねえよ。くしゃみぐらいいいだろ。なん、気持ち悪い。雪なんちゃって、少しは涼しくなりました。やめろ。ドラマ CD 幻想まで最有機シルバー、出演三蔵、関俊彦、悟空、星総一郎、五条、平田博明、八海、石田明、白龍、諸田香織、追、高山みなみ、刹那、森久保祥太郎、チンピラ、岸雄二、田島康成、望月健一、スタッフ、原作峰倉和也、エニックス月刊 G ファンタジー連載、脚本構成 3D
相馬和彦、脚本高坂日夫、音楽亀山光一郎、プロジェクトエッジ、効果糸川幸義、演出高くは、制作ムービック。以上でお送りいたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや素晴らしい、記念すべき誕生日なんだね。今日は偶然にもなんか誕生日に収録がある。誕生日くらいうちでゆっくりしてたいですよね。そっか。どうやってゆっくりすれば。11月2日。2日。サソリ座。サソリ座で。サソリ座の男。そうですね。カネロ憎いね。何が憎いんだか。サソリ座は憎いの。だからどうだか。あらかじめ言っててくれりゃもうこんな豪華なプレゼント。いや嘘ですよ、平田さんなんかね。バラの花束とかも。石田さんにお祝いしてくれとかすごいせがんだくせ、うん。終わったら石田さんの。なんでお祝いしてくれ？そうそうそう、あのお祝いじゃなくてご馳走してくれ。そう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 。なんか大丈夫なの？いやいや違う。誕生日の人がもてなす。最近なんか物入りなんですよね。なんで？賭けに負けて。なんかかけたの？何かけたの？なんかこの最有機のドラマ CD って、うん、すごい遅れに遅れてたじゃん。言いましたね。言わんでいい。言ってもいいって書いてあるよ。言わんでいい。だからこう、ね、だから今日の収録が決まるまでに何回もこの日にやりますこの日にやりますっていうのがあって、はいはい、やっぱりなくなりましたっていうのがあったじゃん。ありましたね。だから今日も。今日の収録もあなくなる飛ぶかもしれないって平田さんがなんか事務所のデスクの方とかけてマネージャーとねあり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 それ負けちゃったらしい負けちゃった何を、まあ、名前は出せないですけどうちの中尾というあそうなんですかデスクをやってるマネージャーなんですけど、ね、あの平田さん今度11月2日にあのドラマ CD の最有機入るうんでいつ飛ぶのって飛ぶこと前提に聞いてるあ今度こそ行くの今度こそ行くのですぜひ行ってほしいと思ってるんですがどんな感じだったって、うん、どうかな微妙まだあの高桑さんもはっきりとはなんかちょっとグニュグニュっていう感じでしただいぶそれがまだなんで怪しいと思って怪しい、ね、飛ぶねじゃあかけようかと、うん、どっちかける立場上飛ぶ方にはかけられない分かったじゃあ僕が飛ぶ方にかける、うん、じゃあマネージャー飛ばない方ねじゃあ勝った方がご馳走するっていうことであっそうなったんだ、うん、ご馳走しなくちゃいけなくなっちゃっただからご馳走してって世話ないですねそうだからその分石田さんご馳走して、ね僕が平田さんの代わりにその方にご馳走するってことでチャラですね。なんか楽しくないよ。皆さん関係なかったしね。何にもないんだもんね。まあいったそれでも。まあ行ってこいってことで。はい。まあ、ということで、はい、今日の司会進行の、はい今日もなんか長かったですね。前からね。いや違いますよもう。それ勘弁してください。はい。よろしくお願いします。さあ皆さん8話じゃないですね。第9巻ですね。ここつまんでいただいて。はい本日の司会進行の星総一郎さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ9巻の主役の三蔵一行の方々はどうですか。何が今日の感想はどうですか。もっとさあの人の心をさ誘うようなこの質問の仕方できないかな。もうちょっとなんか具体的にさどんな感じに。え？どうですかとどんな感じがつきましたよ。今日はでもねあの。はいすごいウルトラ NG があったじゃない。ああ、ただの NG なんですけどね。うん、あれは和みましたね。和みますか。久々の最有機で緊張する中、うん、あなたの一発で。いや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 、あなたのあの一発で。あ、まあ、たまには僕も。っていうか僕あの最初にこのドラマの冒頭でタイトル言うじゃないですか。星君が、はいはい、そこでもう和んじゃったから。あれね。なんか星くんが読めない事情でタイトルがちょっと短くなった。そうそうそう。メインタイトル、いわゆるサブタイトル、ね。もうちょっとね、英語があったような気がしたんですけどね。タイトルってそんな事情で削っていい？読めないからよくわかんないです、ね。全然じゃあ読めないっていう自分で把握して読めないって分かってた状態で入ったんだ、仕事場に。調べてこなかったんだ。違うんですよ。あの、ついつい始まっちゃったんですよ。ああ？うん。で始まる前にちょっとこう調べようかなと思ったら、うん、高岡さんが
やるぞって言うからいつ調べようと思ってたんだかでどうやって調べようと思ったちょっとあの石田さんなら知ってるかな僕にじゃあさじゃあ改めて聞くけどね、うん、今日のこのサブ隊、はい、シルバーだっけ。そうです。これどういう意味だかちょっと説明してもらえる。シルバーは銀ですよね。うん、どういうことだったの。銀ですよね。銀が出てきた。どういうことだったの。なんでそのシルバーなの。シルバーでしたよね結構森久保くんってね。どういうこと。そういうことじゃねえんじゃねえか髪の毛の色が意味はもう彼のあでもちょっと色変わってたかな。ヘアスタイルの色がタイトルになるわけそうなんだ。本当にそう思ってないでしょでも本当は。じゃあ何、当たり前じゃないですか。もう、ね、彼じゃなかった、ね、君のあの何あなた誰か総一郎君の総一郎君を元にしたテーマだったら花垂れとかなるわけあなたれはやめてくださいよ今日。あ、皆さん、今日は鼻垂れてたんですよ。鼻垂れちゃったんですよ、今日。今日寒かったんで。違う。ほんと。ぐしゅぐしゅ、ぐしゅぐしゅ。セリフの合間に鼻すすりながらやってたんですよ。これでも苦労してたんですから。第10話、鼻垂れ。夜明け前。10話、10巻あるんですから、やめてくださいよ。鼻垂れになったらどうするんですか、本当に。いや一応分かってるんでしょ、そのサブタイの意味は。鼻垂れですか。違う。当たり前じゃないですか。これ今日のこのボーナストラックも長くなりそうだ。さあじっくりいこう。なんだよ。だから何みんな知りたがってる、うん、今ほら。なんでですか。聞いてくれた、うん、皆さんにさ。なぜシルバー。と言わないと。皆さんが感じたように。これなんで CD ってみんなに映画見せられないの。今本当に困った目してる。そのすがるような目で。まあね。まあこういう世界ですもんね。ね何。こういう世界って、うん、だからまあそういうね雪の世界ですかね、うん、ですよね、うん、あそうね、うん、分かってんじゃんちょっと当たり前じゃないですか、まあ、説明ダメだ説明でくださいよ。じゃあ今日のお題ははい今日のお題ですか、うん、お題はですねまあ今日の感想はとりあえず、まあ、これで OK という感じでね。はい、もう時間来ちゃった。もう巻きが来てるじゃあちゃちゃっとでどうするんですか。じゃあ今日のお題は次回に回す、うん、ああ、うん、そうしますか、うん、ですよね。長いですよね結構ね、うん、だからなんかすごいそれてた気がする。なんかでも星君も突っ込んで終わっちゃったみたいな、ね、どうでしょうか。いつもと会話しないですね。石田君いくつになったの。34になります。石田さんおめでとうございます。よかったよかった。いやあの、ね、みんな30代だこれで。星君は嘘。僕まだギリギリ。29なの？ギリギリです。早く来い。早く来いって言われても。あなた早く来ないと関さんが次行っちゃうんだから。ちょっと待ってよ。永遠になんかあれなんじゃない？そうなんです。彼が来た頃には俺はもう行っちゃうんだからさ。あら。あれだってひろちゃんだってそうじゃん。うん、うん。え？僕どっちかっていうとアキラくんに近いニョニョってやめてくださいよ。そんなの。アキラより何ニョ。嘘つけ。お嘘つきだねあんた。ちょっと嘘なニョ。怪しい。進行ほら。えこれやってんすか。もう巻きが入ったんだからこれからまとめにこう。やってた。やってんだって終わらせなきゃダメじゃん。早くしっかり。これ言っちゃっていいんですかこれ。次の質問。あ、いきます。なんか巻きが入っていくの？あ、違うの。もうこれで締めろってことよ。やったからこれで収めれば大丈夫じゃない？じゃあ今日の主役の石田さんにぜひ。何言ってんだよ。今日だって。うん、そうだけどさ。ハッピーバースデーで。うん。ね。うん。皆さん今日はどうも僕の誕生日を祝ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の幻想までの最有機 CD 第10巻は、じゃあ次は。今度こそ星くんの誕生日の時に。あ、そうですね。それそれですね。ごちそうになりましょう。誕生日いつなの？誕生日5月30日ですよ。どうします？あと半年待ってください。そんぐらい飛ぶんじゃないかまた。いいんですか？またまずい発言をしてしまう。ね、皆さんを不安にさせる発言。いや、長く細く長く続いて。そうしてるうちにまたこう新しい劇場版とか今度はね。パートでテレビをパート2パート3パート4になってミュージカル版ができちゃったりするっていう。そこまでそれをそこ行くまでこう細々とし。俺でもなんか月曜から金曜までの10分ぐらいの番組で帯でやりたいなさゆき。帯で10分うん。夜明け前タタタタンタンタンとか入ってそれをなんか短い短いバージョンでね。
で1週間のやつで一つのお話が終わるの話になって、ね、月曜から金曜までのやつでさ、サブタイト多くなっちゃうからちょっと辛いですね。コントの羅列で終わっちゃいそうな気がする。短編だとミニコント集になった、ね、それはそれで好きだけど、ね、さあまとめていただいて、そうですね。というわけで次回も皆さん幻想までの最有機でお会いしましょうね。なんか森さん。じゃあまた半年後。さよなら。さよなら。バイバイ。